皆さんこんにちは。この番組はカウンセラーのルル花子と耳つぼセラピストのゆうりかさんとキャプテンと3人で楽しく行っている番組です、番組名は頑張る人応援したいという番組です、番組名ごとく、頑張ってる人を応援するっていう番組です、今まで通りおうちサロンのメンバーさんも紹介していきたいと思いますので、これからもどしどし頑張ってる人をたくさん紹介していきましょう、皆さんで、はい。で、今回のゲストさんなんですけれども、第1部はルル花子でしたね、失礼しました。ルル花子がフォーチューンシーズ代表の愛沙優希さんを紹介します。そして第2部と第3部ははい、ミニツボセラピーユーリカ佐藤が第2部でナチュラルハッピーセラピー代表の井上美也さん、そして第3部でヘナーとマドカさんを紹介していきます、はい、この3人がゲストですね、今日は ね、はい、にぎやかに ね、美女3人組みたいな、ぐらいの勢いでした ね、はい。で、冒頭の、ところでね、写真を、みんなで撮ったんですけど、なんかね、気になるポーズとかね、気になる服装をしてたキャプテンさん ね、いましたけど、どういう趣旨だったんでしょうね。あれは忍者ですよ。だから忍者なんですよって、独特ですよね。あれはね、違う、あの原因を作ったのは FM 川口さんなんですよ。あれはあらFM 川口さんでメディアセブンでね、その忍者講座があるからってことで告知を聞いて、あ、そうなんだと思って仕事を休んで行ったんですよ。そしたら そこへ出会って、忍者さんと縁を持って、実は今月忍者道場に入会しました。ゴムちゃん、忍者デビュー。そう。だから FM 川口さんは聞いてなきゃ、私未だに出会ったことなかったんですよ。そうなんですね。でね、忍者というとね、伊賀とか甲賀とか有名ですけども、関東は違うんですよ。なるほど。風魔忍者の風魔。で、風魔の第一人者ですか、その方は。以前ね。以前ね、ボイスサロンの時に出た方、出ていただいてね。陣川さんというね。そこからね、もうついにキャプテンさんが忍者デビュー。すごい。でもね、一般的に知られてる忍者の忍者ショーとかアクションとかあるでしょ、ああいうんじゃないんです、忍者っていうのは本当は。だから忍者はね、戦いになってしまったのはもうおしまいなんですって。なるほど。戦いにならないようにいろいろこう動いて情報を集めてやるのが本当忍者の戦いなんですって、戦いにならないように戦うのが忍者なんですって。あ、すごい。戦わないようにね、そう、戦うように。だ、今ね、実は日本人よりね、9割方が外国人多いんだって。なるほど。まあ、今はそう攻撃、状況下だからあんま来ないけど、で、外国人が9割で、で、日本人の場合ほとんど女性が多いんだって。だからこんなおじさんが行くのは異例なの、異例じゃないと思うけど、きっとみんな憧れを持ってると思うけど、実際行動に移すっていうのが、なかなかないかなって、できないですよね、ということでやってます、以上です、あー、すごいですね、拍手ものって感じですね、じゃあ今日も皆さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。これでいいんでしょうか。はい、ありがとうございます。お願いします。